トリックアートリート。父ちゃんも寝るんだ。あ、いた。あ、謎の銀色の生物、メッシーみたいなね、生物もいたんですよ、ワニみたいな、うん。トリックアートリート。はい、皆さんこんばんは、昆虫兄弟です。はい、今日はもうすぐね、ハロウィン、ハロウィン、ハロウィンの夜間採集、夜間採集、イエーイ、イエーイ、はい、ちょっとね、近所にね、家がね、ないからね、川だ、川の横だからね、河川敷ですね、今。ね、はい、だから今回はね、秋のね、泣き虫と、カマキリとかを捕まえていこうと思います。思います。ではね、早速、行きましょう。レッツゴー！泣き虫を求めて。知ってるかい、ケッケ。カマキリってね、夜も活動するんだよ。目が黒くなるんだよ。さっきちょっと泣いてるぐらい。カマキリとかいないかな。このギス。泣き虫って言ってはーいって言ったらいいよね。面白いね。泣き虫。はい。あ、ここに泣き虫がいます。本当にそうなりゃ楽だけどね。何この隣のトトロの、トトロに会いに行くみたいな道。スズメガニの仲間じゃん。宝石じゃない？クラしてる。上にもおる。上にもおる。本当じゃん。首切りー。これオス？オス？メス。うん。残念だけどこれは朝アサリだな。いくよ。うん。3、2、1。行くよ、特にこれ。オッケー。待って、もう一匹いる。嘘。そこ。オッケー、首切り。取って。今回オス、オス、オス。来たよ。逃げる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 、あ、逃げなかった。もうしょ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 、どんな時に逃げてんの。はい、立てよ。今度はオスかな。そうだよ、これはオスかよ。これはオスの赤い、オスの赤い。まあ足やんって、戻してみて。これオスなんじゃない？メスじゃない？これメス。メス2匹ゲットだぜ、イエーイ。そっちショット、こっち来るといろいろあるもん。見てください、このカップラーメンができるまでしか生きれないカゲロウです。ご覧ください。これはクサカゲロウの仲間だから違う。違う？違う。これ皆さん、ちょっと今からね、悪いんだけど、ちょっと無言になります、しばらく、はい。あの理由はね、無言で探した方がなんか分かりやすそう、鳴き声で。じゃあ早速探していこうと思います。ん、何やらいるのか。あ、蝶々寝てる。寝てるのかな。まあ蝶々だね。これちょっと撮ってみよう。撮っていい？寝てるのか、本当に蝶々は。蝶々は寝るのか。
寝てました。だって普通こんなんじゃ捕まんないのに捕まっちゃった。チョウチョも寝るんだ。ほんとにちょっとかわいそうなのでまた眠らせてあげようと思います。それ持ってたらキュイーンってゆっくりお眠り。はい、すぐ寝た。またすぐ寝ましたね。やっぱりね、何事も休憩が大事。あ、喋ったらダメだ。勢い反応あり。うわぁ。そんな。いない。あ、いたー。本当見つけるのすごいね。どこ？え？どこ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 ？え？おった。今度押すやん。押す。よっとわ。出た。押す。僕はゆっくり追うかな。ニーニーは捕まえて。よ。ちょっと僕も捕まえて。これで家でもまた泣く虫が増えたね。ん、なんかあるぞ、お尻に。手に増える。そういう悲しい。 あれお尻になんかついて。あれお尻が異様に長。なんだこれ。ん、メス。ファイヤーゲットだぜ。イエイ。カブトムシもあれじゃん、ね、あ、いた。何で来たの？メス。メスとはい、またまたメス首切りゲットだぜ。イエイ。かわいい、めっちゃかわいい。神秘的な。あれ、いいでしょ、動いた。動いた。かわいい。これ見て、わかる？ここ、ここ。ミシミシだ。これ、かわいくない？葉っぱの上のこの大きさだよ。え、爪とこれ。めっちゃかわいい。ちっちゃいから捕まえられないけどね。見てください、これ。モンキチョウかな？キチョウが寝てますね。綺麗な黄色いチョウチだよ、これ。ちょっとかわいいからね、ちょっとね。お持ち帰り。おやすみ。はい、行きましょう。どれもそれやりたい。僕もそれやりたい。お星に泊まれ、泊まったら泊まったれ、早くおやすみ。首切りのオス。首切りのオス。カマキリの茶色褐色腹広カマキリ。出てこい。いたー。あ、ちょっといた。さすがに今回はオスだろ。三、二、一、開封。メスー。メスー。標本にしたらね、オスがメスだろうが首切りですがかっこいいですからね。変わりないから。あ、いた。嘘だろ。ピッチの中のに歩いてる、めっちゃ。メスゲットだぜ。イエイ。もうメスメスメス。うん、もういっぱい卵を産ませれる。あー、噛まれてるっぽい。まあね、
ヘラクレスに挟まれたりしたね、僕の指ですよ。こんなのね、ちょろいちょろい。痛くも痒くもありません。じゃあそこに入って。たとえさっきさ叫んでたとしても、それは、幻ですね。違う種類だけど、これオスだよね。起床した。これツユムシやん、ね。ツユムシだね。かわいい。かわいい。なんか首切り見てからこれ見るとすごいちっちゃく見えです。かわいく見える。これはね、もうゲットするしかない。じゃあ、これなんで描いてる？上にこう、上に。上に。そうやってくると捕まえやすい。てかもうこれ手に持ってきてやった方が早い。出てだよ、これ出てだよって言ったらいかんや、足場だよって言った方が。はい、やった、ツユムシのオスゲットだぜ、イエイイエイ、やった。泣いてね。ちょっとニーニーがバッカー見つけてるから僕も見つけようと。だって結果さっきもういないですね、全然って言って3秒後に、ここら辺からは多分常に目を光らせること。分かった、目を光らせるんだよ。いや無理無理、目を光らせて探しましょう。あ、いた、目を光らせたからいたよ。なんで、ほらほら、もうやらせレベルでいる。やらせる。どこに？ほら、オス！え、オス！オス、オスか。やった！ほら、オス見つけた！ほら、目を光らせたからいたんだよ。すっごっ！見てください、この凶暴な顔。恐ろしい！これがもしも人間サイズでいたらもう考えたくもないぐらい。こいつ首を切っても噛み続けるんですね。だから首切り？ギス。怖い。ちなみにね、カマこのね、キリスってつくね、虫おるじゃん、うん、これね、全部ね、キリギリスからついてるからね、うん、カマキリって言うじゃん、ちっちゃい。カマキリって実はカマを持ったキリギリスっていう意味でカマキリとも名付けられてそうです。諸説ある。チョウチョチョウチョチョウチョ、帽子に止まれ止まったら止まったで。いたー、メス。テシ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 、ちょっとちょっとそこ無理よ。よいしょ、止まれた。俳句を作りました、この蝶々で、はい、ここで一句。秋の夜、蝶々がね、寝ていたよ。秋の夜、蝶々がね、寝ていたよ。昆虫採取の句。首切りだ。メスだな。首切りだ。落ちちゃる、落ちちゃる。それ、その草。草？とりあえず昆虫採取に入れてみる。それメス？オスばっかり捕まんないよ。なんかすいません。はい、見てください、これ泣きエナゴ。はい、こちら泣きエナゴですね。捕まえていきましょう、このまま何の抵抗もなく捕まえられました。さっきね、ここにね、不思議なことが起こったんですよ。あのね、池をね、水で照らすと謎の銀色の生物がピチャピチャピチャって大量に飛んだんですよ、意識にね。で、そして謎のね、ネッシーみたいなね、生物もいたんですよ、ワニみたいな、うん、はい、ということで、ライト探してみよう。
うん、おー飛んでる飛んでる、あーすごい飛んでる、すごい、飛んでる、めっちゃ飛んでる、カメ、ヘビ、あれヘビか、ヘビ、俺ヘビはこちゃ、だって長いもんね、なんかヘビだ、ね、うん、お疲れ様でした、お疲れ様でした、ね、すごくね、はい、楽しかったね、まあね、結局ね、念願の虫ね、片方は取れなかったけどね、まあね、すごく楽しかったね、よし、では、早速ね、こいつやったらほしい、では、結果発表、イエーイ、ちょっと楽しみを紹介します、結果、はい、2種類ですね、はい、じゃん、はい、このね、むごたらしい数の首切りケースの全部メス、あ、一種類だけね、違うツユムシのオスがマジ入ってる、いや、首切りのオスいるよ、どうに違う違う、全部ね、確認したの、うん、めっちゃ泣いてる、泣いてないよ、これ全部、全部メスですね、多すぎます、やば、何匹使われたの、1、2、3、4、5、6、7、8、9匹で、これは首切りギリスのオスの2体取りました、みんなメスをめちゃくちゃ取って、僕はオスを2匹取りました、やった、オスで、だからこれをね、枕の横に置いて、みんなはツユムシ、僕は首切りギス、このね、泣き虫のね、いい泣き、夜ね、夜ね、そう、泣き声を聞きながらリラックスして眠れるという最高のね、夜が待っているので、はい、ということでね、はい、ね、本当にね、今日楽しかったね、楽しかったね、また来たいしね、うん、今度来るだけはね、ちょっとね、リベンジで、今度こそ褐色の腹広、普通の腹広って言わないね、そうだね、じゃあ今日はここまで、最後までごちそういただきありがとうございました、チャンネル登録、高評価してください、では次の動画までワープしましょう、せーの、バタバタドラゴンフライ、どうぞどうぞ、バイバーイ、バイバーイ、バイバーイ、チャンネル登録してね、チャンネル登録してね、チャンネル登録してね、なくなっちゃった。